修練を繰り返して経験点を集めましょう。集めた経験点でパラメーターアップ。魔王がどんどん強くなります。修練で大成功か超大成功すると修練メダルがもらえます。メダルが集まったらレアアイテムの宝庫先人の谷にチャレンジしましょう。魔王たちと交流すると重いポイントがたまっていきます。思いの力が HP や MP の代わりになって魔王を支えてくれるので積極的に貯めましょう。魔王を鍛えたら今度は武器を鍛えましょう。武器を強化して攻撃力を上げたり魔刻印を付与すると便利な効果やパラメーターアップなど嬉しい効果が得られます。役立つアイテムはここでお買い物できますよ。トリリオンとの戦いに備えてレッツショッピング。トリリオンとの戦いの前に木人と練習しましょう。木人はトリリオンの動きを真似してくれるのでここで感覚をつかんでおきましょう。